それでは面接を開始いたします。よろしくお願いします。まずはじめに自己紹介をだいたい30秒から1分程度でお願いできますでしょうか。はい、ありがとうございました。続いてお伺いしたいのが、学生時代に最も力を入れたことについて、こちら教えてください。ありがとうございました。続いて、あなただけのオンリーワンな強みというものは何かありますでしょうか。今おっしゃっていたその強みですが、他でも発揮した経験はございますか。ありがとうございます。では今度は強みではなく、どんなことが弱みだと思っていますかというと、その対策はどのようにされていますか。ありがとうございます。それではこれまで挫折経験があれば教えてください。そしてそこから学んだこともお伺いしたいです。本日の面接最後になりますが、今日の面接に点数をつけるとしたら何点でしょう。面接以上になります。じゃあ早速質問の方をさせていただきたいなと思うんですけれども、まず一つ目ですね、はい、弱みはどこまで正直に答えていいものなんでしょうか。正直に答えすぎると面接官の方から悪い印象を持たれてしまうんじゃないのか。でもかといってじゃあどこまで答えればいいんだろう、どういう意図で面接官の人聞いてるんだろうっていうのが気になるので教えていただきますと幸いです。私は割と正直に言ってもいいかなと思っています。というのも私自身今会社の代表をしていると、その方に適性がある仕事を渡したいっていうふうに素直に考えるんですね。ってなると強みも知りたいですし、弱みは極力避けてあげたりですとか、そこを成長させてあげられるような仕組みを提供したいって考えるんです。なのでご本人からちゃんとした弱みを聞くことができれば、その対策ができるっていうふうにポジティブに考えるんですね。ですので相手に弱みを素直に伝えておいて、実際に入社してからより良い人間関係を気づくっていうことも一つ考えられると思うので、私は素直に言ってもいいんじゃないかと思っていますし、私の場合は言ってもらいたいって感じます。ただそれも正直人次第っていうのはあると思いますので、私みたいな考え方なのか、もしくは厳しく見るような方なのかっていうのは、面接のコミュニケーションで見極めた上でお話をすることをお勧めします。ぜひ相手を見ながら考えてみるといいかなって思います。ありがとうございます。2つ目の質問に移らせていただきたいんですけど、面接に点数をつけるとしたらのようなイレギュラー質問にどう対応したらいいのかなということをお聞きしたいです。イレギュラー質問してくる、意図といいますか、どういうふうに答えたらいいのかっていうのを教えていただきたいです。私自身は普段の質問でそんなにイレギュラー質問をしないタイプなんですね、はい、ただおそらくしてる方からすると、瞬発的にどういうことを考える方なのかっていうのが知りたいんだと思うんですよ。例えば、高い点数をつける方は一定ポジティブな捉え方をされる方とか、低い点数の方は割と自分に厳しめの評価をつける方とか、そういったところが一応この質問の趣旨になっているのかなとは思います。そんなに無理せずこちらも素直でいいんじゃないかって私は思うんですね。ポジティブに捉えようとネガティブに捉えようと、それぞれに良さはあるわけじゃないですか。あくまで自分の性質がどちら側ですよっていうこと自体を提示できればいいだけの話なので、この点数が受けがいいから必ずこう答えとこうよりも、素直に感じたことを話したらいいと思います。あとはなんかその面接官に受けそうだなって思って考えてきてると、あ、無難なとこ取ってきたなっていうのも意外と面接官に伝わってしまうんですよね。なのでそれよりは素直をお勧めします。なるほど、ありがとうございます。ちょっと3つ目の質問なんですけど、オンリーワンな強みの答え方を教えていただきたいです。必ずしもナンバーワンである必要はないんですよ。一生懸命1位を獲得して実績を残さないとと思う必要はありません。オンリーワンにするためには
自分が何を目標にしてきたのかっていうゴール設定と、そこまで何を積み上げてきたのかっていう具体的な行動プロセス、この2つを提示することではないかと私は考えるんですね。それができる方っていうのは社会に行った時も自分なりにこうなりたいっていう指針を持ちながらより前に進んでくれるだろうなっていうふうに周りからは思われると思いますし、それがその方の努力として、見えやすいところだと思います。オンリーワンにしようっていろいろ細工するっていうよりも、とにかくまずゴール設定とそれまで何を積み上げてきたのか、極力定量的にとか定性的にでもあっても整理して喋っていれば自然とオンリーワンになるのではないか思います。まず自分のエピソードを交えて話せればオンリーワンのチームになる。そうですね。なのでオンリーワンにしないといけないから珍しいことを経験しないととか、周りとは違うことを話さないとって思う必要はないと思います。ありがとうございます。動画の最後に千葉さんからの応援メッセージがあると就活生も少し頑張れるかなと思いますので、はい、応援メッセージいただけますと幸いです。面接官は基本的に面接に参加してくれる方とのコミュニケーションを求めていることが多いです。ですので話さなきゃとか決めたように言わなきゃっていう型にはまらずに、ぜひその方の反応を見ながら会話を楽しむことが大切ではないかと思います。非常に大変な就活だと思うんですけれども、応援してますので、ぜひこの動画もご活用ください。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。